展望無老再生。真っ黒な貨車が幾列にもなって休んでいる。窓も屋根もすすだらけである。どんよりと曇った空の下で、あるものはもぐもぐとカメムシのように動き、あるものはいつまでもじっとしている。なんだか豚みたいな気がする。その脇を活気のある汽車や電車が走っている。線路の外に王子へ行く道路があって、荷馬車がいくつも通っている。孫の姿が砂ぼこりの中に動いている。そこは片側町で、後ろはずっと一面の田んぼになっている。枯れ枯れな立ち木が散らばっていて、やや遠くに王子電車の黄色い胴っ腹が薄い日差しの中を走っているのが見える。煙が曇ったあたりを込めている。時々機関車が狂気のようになって笛を鳴らしながらやってきて、貨車を連れて行く。貨車は仕方なしに連れられて行く。地響きがする。終日これらの前景が繰り返されている。そうかと思うと、コウフラがつるはしを上げながら、がっちりと打ち下ろしながら、何やら歌を歌っている。それは機械的にのんびり聞こえてくる。みんなどれも寂しそうだ。